Hello, Minasan. This is the Bookmaker Podcast with Kiyosaki Tamiyoshi, aka Mr. Bookmaker. Anata no source for the online sports Gyanburu Buru Kyokai 24-7. Kawashkwa Bookmaker Joho Kyoku Kensoku, Or subscribe to this podcast on iTunes. -de wa. here's your host, Kiyosaki Tamiyoshi. Minasan konnichiwa. The Bookmaker Podcast with 清崎民義をいつもお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めます、ブックメーカースポーツライターの清崎民義です。このポッドキャストでは、海外のブックメーカーに関する情報や最新オッズ、スポーツニュースなどを交えながら、ブックメーカーの面白さ、魅力を私、清崎の視点からお伝えしているものです。 まだまだ日本ではブックメーカーについてほとんど知られていませんので、このポッドキャスト並びにインターネットサイトであるブックメーカー情報局から様々な情報を配信しております。どうぞ今回もよろしくお願いいたします。さあ、えー、7月に突入しました。まあね、暑いですね、外は。本当に暑いです。 で、すでにですね、もう35度を超えるというですね、まあ猛暑日を迎えたところもですね、日本の各地にはあるようでしてですね、まだこう7月スタートしたばかりなのにね、ね、そしてこれから梅雨が明けてから、ね、夏本番が来るということなんですが、ね、まあ大丈夫なんですかねとちょっとね、えー、心配してしまうんですけども、皆さん体調等大丈夫でしょうか まあね、そんなね、こう暑さに対する心配なんかをですね、吹き飛ばすようにですね、今回で50回目のね、記念のブックメーカーポッドキャストをね、今日もですね、元気いっぱいお伝えしていきたいなというふうに思っております。ということで、えー、ね、先ほども言いましたように50回目という記念、記念のポッドキャスト放送なんですが、まずはですね、ウィンブローンテニスの話題からスタートさせましょう。 我らが西堀圭が出場しているダンシングルスの4回戦がですね、日本時間の4日に行われまして、西堀は同大会初のベスト8入りを目指して、第9シードで2014年の全米オープン決勝で対戦して敗れたマリン・チリッチと顔合わせ、第1セットを取られて第2セット途中で 痛めていた左脇腹がですね、まあもうとうとう我慢できずに悲鳴を上げまして、西堀は無念の途中棄権ということになってしまいました。西堀はですね、まあ昨日から前の試合とは比べ物にならないほどの痛みがあったということをね、述べてまして、非常にね、まあ痛々しい表情というか、まくもんの表情を浮かべていたのがですね、まあ印象的でした。まあ本当はですね、 今回のこのポートキャストの第50回の放送でですね、西コリが自身初のベスト8入りを決めました。そして優勝、グランドスラム優勝までまっしぐらだ。みたいなことをですね、えー、マイクを通してですね、私自身叫びたかったんですがね。まあ、昨年に続いて、怪我に泣かされる形でウィンブルドンを去ることになったということですね。 うんまあね、返す返す悔しいという思いがですね、今こうやって喋りながらもですね、ちょっとそのね、昨日の試合を思い浮かべるとですね、こう、なんかね、悔しさがこみ上げてくるんですけどね。で、今回のウィンブルドンは、西湖にとっては上位進出の期待が日増しに膨らんでいった大会でもありました。第1シードで順当にいけば準決勝で戦っていたであろう、第1シードのノバク・ジョコビッチが、 3回戦で第29シードのサムクエリーにセットカウント1対3で敗れるなど、西堀は怪我さえなければ十分にグランドスラム初制覇もあり得たのではないかというふうに思います。4回戦のチリッチ戦のオッズをですね、ブックメーカーのベット365が発表していましたが、西堀勝利が1.66倍、チリッチ勝利が2.20倍とですね、 まあ、西堀優勢との見方でした。西堀もですね、ウィンブルドンでなかったら大会に出場していなかったというふうにですね、語るなどですね、実は左脇腹の状態はですね、良くなかった。まあ、非常に悪かったのかなというふうに思うんですが、まあ、そんな状況の中でですね、まあ、この1回戦、2回戦、3回戦と、ね、もう雨がね、雨で中断が、えー、ね、繰り返し行われる中でですね、 三つ勝てたことっていうのはですね。まあベスト8入りをですね、一したとはいえ、西堀自身にとっては芝が少し好きになったというほどですね。まあある一定の手応えをつかんだ大会でもあったのかなというふうに思います。でね、先ほどもちょっと言いましたけどもね、この今回のウィンブルドンですね、非常に雨が多くてですね、まあ会場となっているオールイングランドクラブ、ね、ね、雨にた,たられるということで、 またですね、その上位シード勢がですね、4回戦までに多くがですね、結構姿を消したですね。なんかちょっとこう波乱含みの、えー、ウィンブルドンテニス。ね、男子ですね、特に。このシングルスをですね、ね、制するのは誰なのかということでですね、ブックメーカーのベッド365がですね、男子シングルスの優勝オッズを更新していますので、えー、見てみるとですね、まあ、今回のね、ポッドキャストの放送をしている、 5日現在で第2シードのアンディ・マレーが1.66倍で最有力に。そして2番手には過去7回のウィンブルドン優勝を誇る第3シードのロジャー・フェデラーで3.6倍。3番手にはミロシュ・ラオニッチで8倍。4番手には西コリと対戦したチリッチが21倍で続いているというような状況となっております。 もしね、西堀がこうチリッチに勝っていたら、まあ、どのあたりでどのくらいの音になってたのかなというのをですね、まあ、想像するとですね、またちょっと悔しさが込み上げてくるのでですね、まあ、このあたりでですね、ちょっと、えー、話をですね、指名にかかりたいなと思います。えー、そして、えーまあ、ね、ウィンブルドンで残念ながら4回戦で敗れた西堀では、約2週間の休養と、えー、調整の期間を経てですね、25日に開幕するマスターズ大会である ロジャーズカップに出場することになっており、まあ、その後のですね、8月5日から開幕するリオ五輪へと向かうというような予定となっています。ということで、えー、リオ五輪までですね、1ヶ月となりました。ね、日本時間の3日にはですね、日本選手団の決断式及び、総、え、公、ー、会がですね、代々木第一体育館で行われました。日本選手団は3日現在で、 選手286人、役員が195人の合計481人とですね、えーまあ、日本選手団非常に大きくなってまして、えー、その中でですね、まあ、最年長選手をですね、えー、馬術の松井俊樹選手で、まあ、46歳と。 ね、このロンドン五輪にはですね、この、同じく馬術で法月選手がいてですね、まあ、彼がですね、まあ、60いくつですか、したかね、まあ、それぐらいの、ね、5年齢で、え、最年長でしたが、今回は、麻酔選手と。で、最年少は、競泳の酒井選手で、え、まあ、彼女はですね、まだ中学3年生ということで、15歳ということになっております。まあ、選手数についてはですね、まあ、今後、 ね、またこの7月の間にですね、えー、まだ確定、えー、出場確定がどんどん決まってきますので、まあ、で、前回ロンドン五輪を上回る見通しとなっているということになってます。で、今回の決断式にはですね、約300人が参加しまして、まあね、リオ五輪でメダル取りまくるぞというね、えー、まあなんか気合を入れてたようなですね、そんな感じの決断式でした。まあというのもですね、えー、あの、テニスのね、 松岡修造さんがですね、登場しまして、まあ、それがまあ、また熱いトークというか、激励というか、まあそういったことでですね、されましてですね、会場がまたその松岡色に染まったというか、非常に熱気あふれる、えー、ようなですね、まあそんな総公会であり、まあ決断式だったのかなというふうに思います。そしてね、この決断式、そして総公会が行われると、いよいよ、リオ五輪が始まるのか、 とですね、私自身も、えー、気持ちが非常に高まります。今回のリオ五輪はオリンピック史上最多となる28競技306種目が行われますが、世界中のアスリートが憧れて、そして目指しているのが、ね、まあ世界のてっぺんと言われる金メダルなのではないでしょうか。そしてもちろん私たち日本人は日本選手に金メダルをというね、期待を膨らませていくのがですね、ちょうど このね、決断式が終わって、まあ、リオ五輪まであと1ヶ月というところからではないでしょうか。私がですね、まあ、ブックメーカー情報局でですね、書いた今回のリオ五輪に関するコラム記事ですね。清崎民吉コラム。リオ五輪をブックメーカーで100倍楽しむ方法。オッズを見れば全てが見えてくるという記事ですね。 えー、ブックメーカーを通してですね、リオ五輪をこれまでとは違った角度で楽しむ方法などをですね、えー、まあ、書いていますので、ぜひね、一度読んでいただければと思うのですが、すでにブックメーカーは主要種目を中心にリオ五輪のオッズを発表しております。日本国内のメディアではですね、日本選手で誰が金メダルを獲得するのかというようなね、予想がですね、あちこちでね、まあ、報じられてきていると。 いう状況ですが、ね。では、じゃあ、ブックメーカーではですね、金メダルの有力候補として、一体誰が名前上がっているのかなそして、実際じゃあどれくらいのオッズなのということをですね、まあ、ちょっとね、まあ、触りだけでもですね、まあ見ていきたいなと思うので、ちょっとね、えー、お付き合いいただければなというふうに思うのですが、ブックメーカーのですね、ピナクルは、 あこのピナクルというのはですね、ちょっと1ヶ月ぐらい前まではですね、ピナクルスポーツというブックメーカーだったんですが、ちょっとブランド名が変わりまして、ピナクルということで、まあ、ね、海外なんかではですね、まあ、ピナクル、ピナクルって言われてですね、えー、まあ、それで親しまれているということで、えー、まあ、ブランドチェンジということで、まあ、ピナクルということになったんですが、まあ、このピナクルが、えー、リオ五輪のオッズをですね、えー、例えば、〇〇選手が金メダルを獲得できるか、Yes or No. という二択の形でですね、オッズを発表しております。まあね、トップページ行っていただくとですね、まあ左側に、まあずらっとこうスポーツ種類が並んでおりますけども、まあその下の方に行くとですね、オリンピックという、えー、ところありますね。そこをクリックいただくと、またね、オリンピック種目がずらっと並んでますので、まあそこをね、えー、自分がこう気になる種目、まあこれちょっと英語で全部書いてあるんですけども、まあちょっとチェックいただいてですね、まあオッズをね、 後で、これ聞いた後にですね、ぜひ見ていただけたらなというふうに思うんですが、まあこういったオッズの形式にもですね、まあ様々なものがありまして、ね、ブックメーカー情報局でね、いろんな記事とかいろんな読んでいただけている方にはですね、まあ非常に馴染みがあるのがアウトライトと言われるやつ。まあこれはすなわち優勝オッズと言われるやつで、ね、まあ優勝候補からですね、まあどんどんどん,どんこうオッズが、えー、例えばテニスやったら、 ノバク・ジョコビッチが2倍、西コリ・ケが5倍とか、例えばそういう形ですね。えー、まあ、いくつかオッズが発表されるわけですが、ね。もちろん、この形式でもブックメーカーからオッズは発表されているんですけども、まあ、今回はですね、金メダルかそうでないか。ね、これ銀メダルでもダメなんですね。金メダルを取れるかどうかという、非常にこう、ある意味ランクは高い。でも、なんかシンプルなオッズということでですね。まあ、非常にわかりやすいので、 ね、皆さんにとっては、もしくはその、まあ、これからちょっとブックメーカー見てみようかなっていうようなね、方にもですね、非常に分かりやすくていいのではないかというふうに思いましたので、ちょっと紹介したいなと思います。ということで、まずはですね、リオ五輪の日本選手団の首相を務めるレスリングの吉田沙織選手ですが、今回のリオで女性としては史上初となる4連覇へと挑みます。 すごいですね。まさしく超人ですね、この人は。うん。もう、なんか負け知らずの、す,もうすごいとしか言いようがないんですけどね。言葉がちょっと見つからないんですけども。まあ、吉田選手はですね、まあ53キロ級に出場するんですが、まあ4連覇になるかというところで,ですね。まあ世界的にも非常に関心が高くてですね。まあブックメーカーの期待もですね、まあ、 まあ、おっとして見,見た場合ですね。まあ、それ以上に、まあ、高くなっているのかなというふうに思うんですが。まあ、どういうふうにね、オッつを発表されているかというとですね。まあ、ちょっと、まず英文を読むとですね。Will Saori Yoshida Japan win the gold medal? 吉田 Saori は金メダルを獲得しますかというような、えー、質問でされております。で、えー、まあ、そのオッつなんですけども、Yes! はいがですね、1.44倍。 の、家え、が、2.66倍と、まあ、金メダルへの期待が非常に高いということが、このおつからも伺えるのではないでしょうか。まあね、今回はですね、吉田選手、この日本選手団の主将、そしてですね、五輪史上初のですね、女性選手の4連覇というようなことでですね、まあ、とてつもないプレッシャー、重圧がかかっているかと思いますが、 吉田選手ならですね、なんかそういうね、重圧なんかもですね、自分のさらにパワーアップする力にしてですね、まあ、次々とあっけなく勝ってしまうんじゃないかなというようなことをですね、私はこう勝手に想像しているんですが、皆さんはどのように思われるでしょうか。またですね、まあ、えー、レスリング、まあ、女子レスリングが特にね、メダルとして期待されてますけども、48キロ級の 東坂エリ選手のですね、金メダル獲得オッズはですね、こちらも非常に高くてですね、1.751倍。そして5 8キロ級のですね、まあもうおなじみですね。えー、オリンピックでおなじみの伊調カオル選手は1.476倍となっておりまして、金メダル有力は間違いなさそうです。ね。まあこのレスリングで、まあ金メダルまあ3つとか4つとか、まあそれ、またそれ以上ですね、まあなんかいけるんじゃないかなというふうに、えー、まあこういうブックメーカーのオッズからもですね、 まあ予想ができるわけですね。そして、えー、女子レスリングと共にですね、金メダルが、えー、有力視されているのが、男子の体操です。まあ、この体操とかですね、先ほどのレスリングなんかもですね、まあ、普段はですね、あまり、そのブックメーカーでもですね、あんまりオッツが出ないんですね。まあ、出たとしても、せ、世界選手権ぐらいの、えー、まあ、オッツかなというところなんですが、ね、今回のこの体操もですね、えー、非常に今珍しい。ジムナスティックスと言うんですけどね、英語では。 まあ、それのオッズも発表されています。で、過去最強ともね、言われている今回の体操日本男子を引っ張るのがですね、北京五輪の個人総合で銀、そして翌ロンドン五輪では金メダルを獲得し、個人総合2連覇を目指す内村光平選手です。体操についてもですね、まあ、えー、ブックメーカーのピナクルが金メダルを獲得できるかどうかのオッズを発表しておりまして、 えー、内村選手に関してはですね、1.671倍のオッズがついております。そして、この内村を中心とする、えー、日本男子がですね、団体で金メダルを獲得するかどうか、というようなオッズもですね、発表されておりまして、こちらはですね、まあ、いわゆるイエス、はいというのがですね、2.65倍となっておりまして、えー、ね、同じく、ね、オッズが発表されている、 国を見てみるとですねまあ、ライバルであろう、えー、中国がですね3.57倍イギリスが4.7倍となっておりまあ、こちらもですねまあ、非常にまあ、日本男子の、えー、体操ですね団体ですね、えー、金メダルが期待されるのではないかというふうに思われますまたですねまあ、日本のお家と言われているですねまあ、柔道も今回は金メダルが期待できそうです まあ、例えば、まあ、女子の48キロ級にはですね、まあ、グランドスラム東京で3連覇を果たしている近藤亜美選手が5.89倍。そして52キロ級は昨年の世界選手権で3度目の優勝を果たし、今年の全日本、まあ、体重別ですね。でも順当に勝った中村美里選手がですね、4.23倍となっており、金メダルの有力候補と考えられます。 まあね、まあこのあたり、まあ先ほどのね、えー、男子体操とか、まあ内村選手とかですね、えー、もしくは、えー、レスリングの吉田選手みたいにですね、まあ、い、1点台の場合ね、オッツではないですけども、まあこちらもですね、えー、まあ相対的に見ると、まあ、え混戦になるだろうという、思われますが、まあ金メダルは非常に期待できるのかなというふうに思います。特にですね、中村選手に関してはですね、まあ、 昨年のロンドン五輪では、まあ、金メダル間違いないだろうというふうに言われてましたが、ね、えー、よもやの2回戦負けを期しているということもあってですね、まあ、その時の借りをですね、リオできっちり返してほしいなというふうに思います。まだまだたくさんね、えー、日本勢のメダル獲得はどうなるのかというようなオッズがですね、えー、ブックメーカーから発表されておりますので、まあ、ね、ここでね、いろいろ紹介したいんですけども、ね、今回はね、このあたりでちょっと止めておかないとですね、 えー、下手したらですね、僕も2時間、3時間、四、えー、4時間、5時間と、ずっと喋り続けてしまいますので、ちょっとここで、ちょっとね、時間の枠もありますので、ちょっと止めておきたいなと思います。のでね、えー、ね、先ほど言ったピ,ピナクルスポーツ、あ、失礼しました。ピナクルスポーツじゃなくて、ピナクルですね。ピナクルはですね、両用五輪のオッ発表していますので、ぜひね、これを聞かれた方はですね、えー、ちょっとチェックしてみていただければなというふうに思います。 ね、リオ五輪が近づくにつれて、ブックメーカーもより細かいオッズ。ね。これはなぜかというと、その、まあ、選手、出場する選手がまあ確定してくる。まあ、チームね、こういう選手で行きますよ。っていうような、ね、各国の発表がありますので、まあ、そういったところでですね、まあ、最終的にきちっとしたオッズがまた、ね、どんどん発表されるわけですから、ね。まあ、そういうオッズをですね、えー、チェックしながら、リオ五輪をより一層楽しんでみてはいかがでしょうか。ブックメーカー情報局では、 リオ五輪の最新オッズ情報などをですね、まあ、一ですね、まあ、ツイッター、Twitter、とか、もしくは、私の、えー、ね、公式ブログですね。まあ、このあたりも通じてですね、発信していきたいと思いますので、ぜひ、ね、確認しながらですね、えー、この8月、ね、暑い夏をですね、一緒に、えー、リオ五輪で楽しみ、でいきたいなというふうに思います。ということで、えー、今回の第50話、 いかがでしたでしょうかブックメーカーについてもっと詳しく知りたい方は、ぜひブックメーカー情報局を検索いただき、サイトをチェックしていただければなというふうに思います。そして何かお気づきの点やわからないことが少しでもあればですね、トップページの右上にあるメールボタンが問い合わせとなっておりますので、どうか気軽にご質問いただければなというふうに思います。またここでは、このポッドキャストで取り上げてほしいことや、 この清崎がお送りしているポッドキャストの感想なども募集していますので、ぜひ、えー、メッセージをいただけたらというふうに思います。ブックメーカー情報局が配信する The Bookmaker Podcast with 清崎民吉をお聞きいただきありがとうございました。ぜひポッドキャストを購読、そしてレビューを書いていただけると嬉しい限りです。購読のボタンを押すだけで完了します。 もちろん無料です。そして、ブックメーカーについてまだよくわからないので、もっと知りたいという方にはですね、特にこのポッドギャストの第1話から第3話をお聞きいただけるとスッキリされると思います。ブックメーカーとは何なのか、そしてブックメーカーの一体何が面白いのか、といったことをですね、私、京崎がですね、まあ、このような調子でお話しさせていただいております。えー、でですね、まあ、今回の50話は、両五輪の 金メダルに関する話を中心にしましたが、112年ぶりに行われるゴルフで、ね、メダルが期待されていた松山秀樹選手がですね、まあ出場を辞退するという意向を発表いたしました。まあ非常に残念ですがですね、まずはですね、リオゴリンが無事に開催されること、これを願いながらですね、まああと1ヶ月ありますので、予想を、ブックメーカーの、ね、お積みながらですね、予想を、まあ楽しんでいきたいなと。 いうふうに思っております。それでは、また !This has been the Bookmaker Podcast with Kiyosaki Tamiyoshi, aka Mr. Bookmaker.Kono Content Okinitia, Zehi Bookmaker, Joho Kyoku Okensuku, or subscribe to this podcast on iTunes.Dewa Mini-san, see you next time.